今日もですね、みんなでバトルやっていきたいと思います。まあ、初っ端のコース、ニュースーパーマリオブラザーズデラックス1の1って書いてたね。まあおそらくニュースーパーマリオブラザーズ1の1のコースと今なんかね似てるんですけど、まあそのままのコースであれば、うん、何回もしたことあるか。うわー、どんぐり取られた。ここどんぐり結構チャンスなんだよな。よし、なんちゃ空中からいけるもんね。よし、でもこの空中戦負けませんよ僕。オッケー、負けません、絶対に負け。うわー、ちょっいける、オッケー。え、何やってんの、え、レイジ何やってんの、ヒップドロップした、え、これ勝ったね、やったどんぐりにも負けない。パンツみんな、いや先日出した動画、前の動画はね、素晴らしくね、優しい世界の動画だったんですよ。もうほんとね、あのみんなでバトルよくをねしてる方にマジで見てほしいんですよ。ミンバトにね、ああいう世界もあるよっていうことをですね、みんなに伝えたい。やっぱですね、このみんなでバトルっていうのはやっぱ冷凍気にしちゃうと結構イライラしたりするんですよね。あの負けちゃうとね、害悪っていうか妨害されちゃうとね、やっぱ結構イライラするんですよ。まあ、それはね、まあ、バトルだからしょうがないことであって、でもね、冷凍気にしなかったら意外とですね、楽しくやれるんですよね、このみんなでバトルってね。まあ、冷凍があるからこそ楽しいっていうのはあるんですけど、よし、ちょっと待って、ずっと喋りながらやってるから待って、このマジ話は集中できないな。うわー、もったいねー、マジでもったいねー。いや、でもまだ勝てるチャンスあるかな。ないね。さっきの人いるね、ルイージ、あの人めっちゃ強いんですよね。なんか前回もよくいた気がするな。前々回だったっけ。で、今度は、おう待って、ルイージ持つの早くない？待って、ルイージ投げすぎ。このルイージマジ危険だね。ルイージ、ちょっと、うお、ちょっけ。ルイージに気をつけていこう。で、クリボーもいっぱいいるから僕ね、アイテム取っていきたいと思います。これで安心だね。え、これなんだろうね。Y って書いてるね。なるほど、うー、このビルマリを取っていく感じね。オッケーオッケー。じゃあそれじゃあちょっとルイージ壊して、ルイージ壊してって、こっち守るから、僕がこっち守るから。待って、なルイージおかしくない今ね、え、ルイージおかしくない、いや後ろ守ってたよね、ね、え、めっちゃかっこよかったよね今僕。もうルイージ、もうなんでルイージはこういうなんかわけのわかんない人、ルイージ俺はルイージ通さねえよ、ルイージもう。もうそんなするんだったらもうルイージ、はい、あげる、はい、あげるよし、それじゃあキノピコ一緒に行こうね、キノピコ、うわ危ねえ、よし、オッケーオッケーオッケー、ルイージルイージ待って、こんなされたら恨まれちゃうね。ちょっと待って、もうしないようにしようね、ごめんねみんな。ちょっと、うー、キノピオすごいねこのコース、4分の1とかできるんだ。あんな記号あるんだね、知らなかった。うわ、これキラ欲しいね、キラ一番最初欲しいね。よし、オッケー、きた、うおーしちょっと、ええ、これどっち、なるほど、これ一回こっちに行って、そうそうそう、でこっちに行ってと、ちょっと待って、うわ危ねえ、オッケーオッケーオッケー、でで右に行くみたいな、これでいい、合ってる、これ絶対合ってなさそうだよね。うわー来た、合ってる、合ってるけど30コイン取ってなかったねマリオ。そういうことか、30コインいるのか、どこにあった。とりあえず30コイン取ったら勝ちだな、これ完全にいけるわ。30コインはどこにあるだろう、これか、30コインこれだ、よし、オッケー、来た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 、30コイン取れる取れる、ちょっと待って、誰かオンオフして、誰かオンオフして、誰かオンオフを頼むから、ちょっと、いやここにあるのに、うおー、おっとっとっと、来た来た来たーこれいけるでしょ、こんなに上にいたらこのままゴールいける、いや待って、うおー、10コインを3枚取ってからゴールね、オッケー了解しました。それじゃあこれでラストバトルにしますと、ちょ、いじめすぎ兄ちゃんいじめすぎ、もルイージ、うおーっとっと、もうあのキノコはいいや、よしキノコ取っていこうキノコ取っていこう、で次はここ上でいいかな、多分10コイン隠されてる、あ、なんかこれ前したことあるような気がするね、
多分したことあるよね。これどこにゴールあるだろう。多分みんな右に行ってるってことはゴール右にあるんだろうね。さあこれをどうくぐり抜けていくかですよね。これはくぐり抜けたらみんな僕に拍手をしてくれ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。